第2回ボイダイスポーツフェスティバルを開催します。でもめっちゃ楽しかったです。と多学部の人と関わりを持ったってことと、あとやっぱり、上階生の人とも肩組んで仲良くなれたっていうのはすごい良かったと思います。法学部って先輩がいないんで縦のつながりができないんですけど、参加して先輩とも喋れてすごい楽しかったです。学部、学年を超えてのコミュニケーションの場っていうのがあまり大学の年間行事を通してあまりないので、そういうのを増やしたいなと思いやりました。チーム同士で応援していたり盛り上がってキャッチャキャッチャはしゃいでくれているところもあったり、すごくやってよかったなって思いました。